マキアスシール島は、アメリカ合衆国メイン州、カトラーの南東沖合およそ 16km、カナダのニューブランズウィック州、グランドマナン島サウスウェストヘッドの南西およそ 19km のメイン湾に位置する島。同島の北北東 3.8km にあるロガン、ノースロックと共に米国とカナダ双方が領有権を主張しており、この島で生まれたものは、 両国の市民権を得られる。カナダ沿岸警備隊がスタッフを常駐させており、最初のそれは1832年に建設されたと、される道東の灯台の維持、管理を行っている。道東は、長さおよそ600メートル、幅およそ400メートルの累積型で、主に河口岸からなる。グランドマナン島から南東方向にかけて浅瀬、岩、小島が分布しており、 マキアスシール島も、その延長上の一つと考えられている。島の西と北側のグランドマナン海峡は、深度があり、その向こうのメイン州ワシントン郡の海岸部とは、距離的にはわずかに近いが、地形的には異なるとされている。拉致が多く樹木がない。メイン湾とファンディ湾の境界付近に位置していることから、年間を通して、霧が多い。西津の目取り、大橋海ガラス。 海ガラス類、極アジサシ、コシジロウミツバメ、ケワタガモ類とウミドリの三口ありとなっている。先コロンブスキにおいてパサマコーデ族がこの島を利用していたとは思われるが、フランス及び英国が北アメリカのこの地域を探検するまで定住者はなかった。アメリカ独立戦争までは誰もこの島に関心を示すことはなかった。アメリカ独立戦争終結のための講和条約である。 パリ条約では、その第二条で米国と英国北アメリカ領間の国境線確定を行った。その内容のうち、東該沿岸部の領域に関しては、外略と定義されている。ノバスコシアは、その創立者といわれるウィリアム・アレクサンダー教に対して、英国王ジェームズ一世の1621年直居上で、この領域が払い下げられたが、この際にその海上範囲について、 概略とされていた。英国はこれを根拠としてマキアスシール島も従来からのノバスコシアの領域であると主張した。マキアスシール島はグランドマナン島から3.5リーグ、メインの海岸からは3リーグの距離にある。アメリカ独立戦争の10年後に締結された J 条約では両国合同の国境確定委員会が組織されたが、マキアスシール等の問題を含む この周辺海域の境界線に関しては特筆すべき結論を出すことはできなかった。これによりパサモコーディワンにあるいくつかの島々やグランドマナン島及び近隣の島々の米下両国による領有権主張に発展した。米英戦争中の英国軍はニューブランズウィック州の国境を越えて西はペノブスコット川渓谷までのメイン州沿岸部を占領しそこにあった。 様々な港湾地帯の住民から金銭を徴収した。この米英戦争終結のための講和条約である1814年岸条約において、グランドマナン海峡地域の国境線をより一層明確化するという条項が盛り込まれ、新たに強い権限を持った合同国境委員会が発足し、英国軍は撤退した。1817年に合同委員会は、ムース島、ダッドリー島は、 米国領、グランドマナン島及びパサマコーディワンにあるすべての島々はカナダ領とすることと宣言した。英国はマキアスシール島同様の根拠でムース島やダッドリー島といった東メインの島々も自国領であると主張していたが、この時の話し合いで撤回している。マキアスシール島の位置はパサマコーディワン内ではないが、グランドマナン島には近いという特殊な位置にあり、 合同委員会報告書において直接には一切言及されなかった。セントジョン校の海運関係者からの要請により、英国はマキアスシール等の選挙を継続した。ニューブランズウィック州は1832年に東大を建設した。これが両国合わせて初めての実行支配を示唆する行動となった。その後1908年から1910年にかけて、 条約及びその過程における交渉で会場の国境線も話し合われ、グランドマナン島とメイン州の沿岸部の間の東距離線を正式な国境線として合意がなされ、これが現在も有効とされている。だが、この東距離線の終点は、マキアスシール島から1 0 0トル近く離れており、依然同等の帰属は曖昧なままとされた。英国は東大を、 保守管理し有効な支配を継続している。1970年代から1980年代まで、カナダ沿岸警備隊の東大使は、家族と一緒にこの島に居住し、グランドマナンやセントジョンからカイロを経由して、補給を受けていた。近年は、マキアスシール島鳥類保護区としてカナダ野生生物局により管轄されている。カナダ市民は、 マキアスシール島を所有したり領有権主張をすることはできず、カナダはこの島が連邦政府の所有地だと判断している。この島はずっと連邦と州の選挙区にも組み入れられており、カナダ基馬警官隊が警備を受け持ち、周囲の海は漁業海洋局が管轄している。20世紀には保護区であるため採掘は不可能であるにもかかわらず、カナダ人居住者が 主権の行使としてこの島の鉱物採掘権を主張したことがある。米国は1832年の英国による東大建設とその後にわたる実行支配の継続を理由とし、さらに世界中の事例を引用してこの島の領有権があるとするカナダの主張をこれまで一切認めていない。だが、この数十年間で米国は、 カナダのようにプレゼンスを示す何らかの行動をとったこともなく、連邦やメイン州政府の多くの出先機関も一貫した態度をとっておらず、時にはマキアスシール島はカナダが保有していると発言することすらある。米国が第一次世界大戦に参戦した1918年、ドイツの U ボート攻撃阻止のためファンディワン入り口を守備する米海兵隊の文献隊がこの島に駐留した。 海兵隊は数ヶ月後には引き上げ、それ以降米国がこの島に関与することはなくなった。かつてメイン州の住民がこの島の所有権を主張したことがある。現在はカトラーの町からの観光船が夏場に繁殖期を迎える海鳥を見るツアーを行っているが、鳥にとっても大切な期間であるため訪問者数には政権が加えられている。 カナダと米国は1979年、オランダのハーグにある国際司法裁判所にメイン湾内の浅瀬であるジョージバンクの漁業及び鉱物資源探査を目的とした洋上の境界線確定に関する共同提訴を行った。この時、米カ両国にマキアスシール等の領有権も確定させようとする意思があったなら、現在この島は米カいずれかに帰属していたかもしれない。 だが、ジョージバンクでの漁業や鉱物資源では争っても、マキアスシール島については、大きな変化を両国ともに望まなかった。ICJ による判決で、マキアスシール等の帰属も一緒に決定されてしまうのを、避けるため、メイン湾内に確定される、境界線の視点だけは、早々に、両国で合意して、北緯44度11分12秒、西経67度16分46秒、 北44.18667度整形67.27944度、44.18667-67.27944 44. 44とした。この地点は1910年に確定していた米華海上国境線の終点とは一致しておらず、数十キロメートル離れていた。その結果 ICJ 判決による境界線との間に連続していない部分が存在する。 この不連続部分は、米下両国とも勝手に、マキアスシール島が自国領であると仮定した境界線を描画しているので、この2本の境界線に囲まれた海域がいずれの国に帰属するかが不確定な状態にある。両国の地元漁業者は、この不確定部分をグレーゾーンと呼ぶが、マキアスシール島とノースロックはこの、 グレーゾーン内に位置し、司法上の扱い等も曖昧な状態が現在も続いている。1984年の ICJ 判決によるメインワン沖合イの米花協改戦確定によっても、マキアスシール島とノースロックの帰属は決まらなかったが、このことは沿岸のシャルロット軍やワシントン軍の漁業関係者や地元政治家の話題に上がる程度で次第にさたやみとなった。 ジョージバンクとは異なり、当該グレーゾーン海域には、石油、鉱物資源は全く存在しないか、たとえ存在してもごくわずかだと見られているが、代わりに高価なロブスターが取れる。両国の漁業者らはこのグレーゾーンに漁獲を規制する、ルールがないのを良いことにして、乱獲を行っている。1995年、カナダ沿岸警備隊はコスト削減目的で、 大西洋岸にある友人灯台数を激減させ、すでに東、カナダには、マキアスシール等の他には、友人灯台はなくなった。マキアスシール灯台も数年前に自動化改造は完了しているが、カナダ外務省はこの灯台を友人状態で管理するため、毎年沿岸警備隊に対して、灯台種のための費用負担を行っており、その目的は、主権維持のためとされている。 カナダ沿岸警備隊に雇用された東大使はセントジョンの基地からヘリコプターで飛来し、4週間ごとに交代して絶えず2名が同等に常駐している。彼らはカナダ野生生物保護局の渡り鳥報告維持管理や野生生物研究者が来島した際の支援等も言っている。ありがとうございます。